プチビスケットはフランスの DJ、音楽プロデューサー、作曲家。1999年11月10日生まれ、本名はメディ・ベンジョルン。プチビスケットの出身はフランスルーアンでモロッコ人の父親とフランス人の母親の間に生まれた。プチビスケットという名前は彼の祖母が作ったビスケットが好きだったことに由来する。彼の祖母は ビスケットを食べさせながら愛情を込めて私の小さなビスケットちゃんと呼んでいたという音楽を始めたのは5歳の頃ストリートミュージシャンのチェロの演奏を見て母親に僕もチェロを演奏してみたいと言ったのがきっかけで音楽教室に通うことになるその後ギターやピアノもマスターしさらにオーケストラで演奏をするなどクラシック音楽の道を進んでいたがある時 インターネットで DTM の映像を見たことで DTM に興味を抱く。2017年7月、フランスの芸術系高等教育機関であるコンセルバトワールを卒業。同年9月、彼はパリドーフィン大学に入学したが、翌2018年3月、音楽活動に専念するため大学を離れた。プチビスケットが16歳の頃、サウンドクラウドへの作品の投稿を始める。 すると世界中から多くの反響を得て芝叩く間にファンを獲得。2015年にデビューシングル、アローン。2016年に、ファースト EP、プティビスケットをリリース。同 EP の収録曲である、サンセットラバーは、ストリーミング数が5億回以上となった。2017年11月10日、ファーストアルバム、プレゼンスをリリース。同アルバム内で、リード。 バイポーラサンシャイン、コーシャスクレーラと共演。フランス音楽界で最も権威ある賞とされるビクトワール・ドゥラム・ジーク賞にノミネートされ演奏した。2018年4月15日、コーチェラフェスティバルで初演奏。その後、アメリカ、イギリス、オランダ、メキシコ、カナダなどでライブツアーを開催。8月には初来日し、サマーソニックに出演した。 2019年にはシングルワイドアウェイクウィーワー・ヤングフィーチャリング JP ・クーパーをリリース。翌2020年10月30日には自身のレーベルエッケリからセカンドアルバムパラシュートをリリースした。ありがとうございます。